さあ時刻は12時17分、たった今18分になりました。さあ続いてのコーナーです。戸塚井戸端会議トークパート1、栄区町内会のコーナーです。それではタスクさんお願いします。はい、今日は豊田連合町内会自治会本郷台自治会会長の中込金也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さてと、もう僕はこのコーナー好きでいろいろ聞きたいんですけれども、まずは本郷台自治会というのはどのようなところかというところからお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、駅が近いとそうで、はい、そうなんです。本郷台駅、本郷台駅からちょうどですね歩いて8分から25分ぐらいと、はい、あ、いいですね、はい、駅近いってすごくいいですよね、はい、実はね。どのくらいの、なんて言ったらいいんですかね、敷地といいますか、世帯数といいますか、どのくらいなんですかこの本郷台自治会の中だけでは。はいはい、あの本郷台自治会は1丁目から5丁目までありましてね、はい、約世帯数が1650、はい、まあ、人口は4000名ぐらいで、ね、これあれですか、あの自治会の中での1650世帯4000人ほどというのは多い方なんですか。あの人口はそんな多くなくてもその世帯としては多いんですね。なるほどね、ですから豊田連合の中では一番大きいのが飯島町内会、はい、2番目が我々の本郷台自治会になります。そうなんですね、はい、そうか、世帯としてはすごく多いというところで、はい、やっぱりあのそうなってくると、まあ、いろいろあの皆さんの協力とかも大変なところも多いかなと思うんですけれども、はい、まあ、広いと言いつつもこれなんで広くなったのかというところで、なんか一社で野村不動産が開発したというところで、はい、これどういうことだったんですかね、はい、一社で敷地を開発、横浜最後の地区計画、はい、そうなんです。というところで、普通こういう場合3社内に5、6社が入るんですよ ね、はい、あの野村不動産がこの地域65万平米近くを全部買い取りまして、い、はい、それで横浜の今おっしゃったように最後の開発ということで、はい、あの横浜市の規制が一番厳しかった頃なんですね。あ、なるほど。ですから、敷地の 50% が、はい、公園とか、はい、学校ですね、道路ということで、はい、非常にゆったりとした、あの広々とした作りになっております。ぜひ見たいなと思いました。はい、ぜひどうぞ。聞いて、はい、学校としても小学校が4つくらい、ね、あの小学校はですね、はい、2つでして、はい、敷地内に、本郷台小学校と小菅谷小学校がございます、はいはい、で通学地域として中学校が小山台中学校と豊田中学校になります。なるほど、そうなんですね、はい、いやすごい学校もあって、はい、で世帯数も多くてというところで、で綺麗な街並みというところで、なんか撮影にも使ったとか、あの最近はないですけど、できた当時から、はい、それからまあ10年15年はですね、はい、あの映画とかテレビのですね撮影に使われまして、あの一番有名なのはあの当時流行った金曜日の妻たちありますね、はいはい、あれの撮影現場にも使われました。そうなんですね、はい、もうちょっとぜひ行ってみたいなという、すごく街並みにおいても興味の、はい、非常に湧くところです、はい、本郷台自治会ですけれども、自治会入会率、この自治会というところのその入会というんですかね、はい、人数としては 95%、はい、そうなんです。非常に高いですね。これはあの皆さんがどう入会するってどういうことなんですか。あの参加するなんか入会費みたいなとか。そうです、あの自治会に入って、はい、入会費を払いまして、はい、毎年これ払うわけですね、はいはい、で当然会員になれば、自治会ですから平等組織ですから、はい、何らかの役員なり役割を担うと。なるほどなるほど、はい、そうか、あの嫌な人はやらなくてもいいんですか。高齢の場合はしょうがない。あ、なるほど。できればもう皆さんそうです、少しでも若い方にはやってもらいたい。あの毎年やるわけじゃなくて、はい、あの数年に1回とか、あ、ものによっては5、6年、10年に1回するのありますから。なるほど、そうなんですね、はい、あのやっぱり高齢者が多いですか。多いですね、まあ、最近特に肝心ですけども、はい、あの高齢者の率、高齢者つまり65歳以上ですね、はい、約 60% と
非常に高いんですね。半分以上を余裕で超えてくると、でただその要介護率と申しましてね、はい、いわゆる介護保険の何の世話になったとかありますね、はいはいはい、それが非常に低いと。なんでなんですか。まあ、皆さん健康に気をつけて、はい、まあ、散歩を含めて健康体操を含めて非常に積極的であるということですね、はい、自治会発信のものとしてはどんなものをなんか提供されてるんですか。はい、自治会ではですね、まずその前に自治会の組織ちょっと説明させていただいてよろしいですか。はいはい、大丈夫です。まあ、理事会というのは月1回第1土曜日開かれているんですが、はい、構成としては会長が1名、副会長4名、はい、で理事が32名おるんですね。あ、そんなにいらっしゃるんですね、はい、これは非常に多いんですけども、はい、でその下に4部構成になりまして、はい、広報部、環境衛生部、はい、福利厚生部、はい、あと防犯防災部ですね、はい、それらの4つの部が機能しております。そしてご質問のですね、はい、いろいろその健康関係の活動としましてはですね、はい、まずお年寄りにですね、はい、触れ合いの場を提供すると、まあ、なかなか個人個人だけではなかなか限界があると言いますか、はい、まあ、時間的な限られもありますからね、はい、それを自治会の方で、はい、交流の場を提供したりとか、はい、なるほどね。それ、はい、そうか、まあ、あとは、その提供するものとしてはどんなものがありますか。はい、一つがふれあいサロンってありまして、ね、はいはい、これは主に民生委員と福利厚生部で運用になってるんですけども、はい、それで、月の第2金曜日に、はい、イベントを開いて、はい、高齢者の方をお招きしていると。なるほどね。でその他にですね、火曜日と水曜日にいわゆる筋肉体操で、木曜日には健康体操と、はい、いうことをやって、毎回参加者が 3,40 名の方がいらっしゃいます。多いですね。非常に多いんです。非常に活発です。いや適度な運動といいますかね、はい、やっぱり体動かないと、はい、やっぱりこう人間衰えてはいきますからね、はい、まあ、そういったところの機会を提供いただいているということで、はい、でこの自治会としてこういった、まあ、町もきれい、そして、世帯も多い中 で、はい、で皆さんその高齢者も多いので、その交流できるような運動の機会とかも自治会で提供しながら、はい、っていうところはやりつつも、はい、今度逆に課題といいますか、はい、逆にそういう自治会においてこのこういうところがちょっと今課題だぞっていうところをまた聞きたいなと思うんですけど、はい、何か困ってることと言いますか。そうですね、まあ、どこの理事会でも共通かもしれませんけども、はい、高齢化によってですね、あ、そうか、だんだん担い手不足になってると。どうするんですか。それでですね、はい、先ほどちょっと戻ってあれ恐縮なんですが、はい、一つ付け加えたいのは、毎日その健康に関連してラジオ体操をやってるんですね。あ、はい、これが365-1、お正月を除いて毎日やってるんです。あ、すごい。これはすごいんですね。すごいですね。で毎日60名近い方が参加しますし。あ、すごいな。で体操するだけじゃなくて、皆さんあの人どうしたんだろうとか、あのしゃべりと、ね、見守りもやってる。そうかそうかそうか、そういうことにもつながるのか。はいはい、なるほど。でその他にですね、防犯防災活動とか、はい、青パトロールとか夜パトロールですね、はい、もう毎日やってますし、はい、あと環境衛生部というのは結局ゴミと公園の管理ですね、うん、なるほどね、きれいに保つとか。そうですそうです。そうか。で自治会内に公園が7つもあるんですね。先ほど申し上げたので、これはまたすごいんです。そうか、じゃあそれやってるだけでもなかなか忙しいですね。実は、そうなんです。なんか今お忙しい人おっしゃいましたけども、はい、結局じゃあこれらのいろいろな組織をどのように動かしていくか、そうですね、ポイントになりますね。これ中込さんもまたなんかどっかで交代する時期が、はい、来るわけじゃないですか、はい、どうやって選んでいくのかなというところで、私どもはね、はい、
会長の任期は3年なんです。3年、他の自衛官さん長いところもあります。さて今日は戸塚井戸端トークパート1をちょっと延長しましてお届けしたいと思います。今日は豊田連合町内会自治会本郷台自治会会長の中込金也さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて先ほどはいいとこたくさん聞きました。街きれい、それから敷地も、区画整備されていて、それから、皆さんの自治会の中で高齢者も増えてきた中で、その高齢者へのたくさんの運動の機会だったりとか、交流の機会だったりを提供しながら、そしてまたその自治会にかかる人数が多いと、そしてまたさらに要介護率が低い中で、防犯活動、消防活動、しっかりやっている。そして公園も7つあるということで、衛生管理までやって、忙しいんだぞなんていうところもたくさん聞きましたが、まあ、いいところも当然たくさんあるんですけれども、やっぱこのご高齢の方が増えていく中で、やっぱ課題っていうところで、やっぱ人が少なくなってきたというところで、先ほどお話、途中になりましたけれども、やっぱり自治会での課題といいますか、やっぱお年寄りの方が増えてくると、確かに次のね、またこう人選といいますか、こう担って町を維持 しようとしてくれる人の担ってくれる方、なかなか見つけるというのはやっぱ難しいですか。そうですね、これがまあ一番大事ですし、まあ苦労しているところなんで、はい、先ほどご質問にもありましたように、はい、まず新しい会長副会長ですね、はい、これ会長副会長選出委員会というのがありまして、はいはい、これがもう10月からいろんな選別作業が始まっていくんですね。そうか。でしてまあ1月頃までには決まると、はい、そして先ほど申しましたけど32名理事いるのは結構なんですが、そうですね、これ毎年変わってるんですね。毎年変わるんですか。でこれが大変でして。そうか、そうですよね、毎年30名以上の方が選んでいくっていう形ですもんね。はい、そうです。そうか、先ほど会長任期3年って言ってましたっけ。1期1年で3期までで3年となってるんです。なるほど。中込さんちなみに何期なんですか。ちょうど今3期目に入ってます。ですから3年変わるんですか。固定した最後の年ということで。あ、じゃあそまた会長も、そうこの、まあ、年末といいますか、向けて、まあ、3月末までですね、はい、じゃあまた年度末までに新しい方を、はい、というところですね。はい、そうです。忙しいですね。忙しいんです。すごい。あ、そうですか。ただやっぱりこう選んでいくとなると、やっぱりこう少しでも若い方がやっぱりいいんですか。そうですね、できるだけ若い方だけど、会長副会長は非常に忙しいので、はいはい、お仕事を持っている男性の方だと無理なんですね。そうか、もうある程度その、まあ、隠居ではないですけれども、まあ、自分でお仕事をある程度引退する方じゃないとということが、そうか、そうですね、まあ、じゃあそういう方にもたくさんちょっとこう、積極的にね、協力していただければなと思っておりますけれども、その中でね、特に今、理事、これだけのいろんなことをやってますんで、はい、理事の方に相当頑張ってもらってるわけですね。はいはい、で理事選出委員会というのがありまして、はい、これももう12月から始まって、各班にですね、はい、各班の理事候補の人を選んでもらって、あ、それの意向を聞いて、なるほど、なるほど、2月の第2土曜日に理事選出委員会というのは、その候補の人全員が集まって決めていくんですね。はい、非常に、言葉として合ってるかどうかあれですけど、固くしっかりされている、もう本当に組織として。そうですね、ここは、はい、いやびっくりするな、こういう町ですね、本郷台自治会というところは、素晴らしいなと思います。ぜひ僕も町も綺麗だと言いますし、皆さんのその活動も含めてちょっと行きたい町になりました。はい、ぜひありがとうございます。機会があると本当にお伺いしたいなと思うので、はい、ぜひ今後も3期目ということで、さらにまたお忙しいと思いますけれども、はい、中込さんもぜひお元気で頑張っていただきたいなと思っております。はいはい、お時間が来てしまいましたので、はい、最後になりますけれども、まあ、聞いてる方リスナーに向けてこうメッセージといいますか、 PR といいますか、あれば一言いただきたいなと思いますが、中込さんいかがですか。そうですね、まあ、最後にちょっと付け加えさせていただいてですね、はい、
私ども専任の事務の女性が2名いまして、はい、あと会議はね去年からズーム対面混合会議をズーム会議導入したんですね。いいですね。あとホームページも開発設置してますので、そうですか、非常にオープンになってますので、すごいな、デジタルも当然取り入れながらというところで、はい、そうか、ぜひ皆さんにもこう関わってたくさんの方に関わってもらいたいなと思いますし、はい、ぜひいい街なんで引っ越し考えてる方なんかね、はい、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、はい、さて、最後になりますけれども、今日はメッセージリクエストテーマがこの秋チャレンジしたいこと、やってみたいことを聞いてるんですけれども、高木さん何かありますか。はい、浜田省吾のですね、はい、もう一つの土曜日、はい、これが非常に好きでして、はい、ぜひこれをお願いいたします。わかりました。じゃあこれを聞いて、はい、このパートは井戸端トークパート1を、締めさせていただきたいと思います。今日は本郷デジタル会会長の中込金也さんにお越しいただきました。中込さん、ありがとうございました。ありがとうございました。